10月19日土曜日現地時間米国フロリダ州オーランドにて行われたプロボクシング IBF 世界スーパーウェルター級タイトルマッチではオーストラリアのヒーローである元 WBO 同級王者ティム中29が IBF 同級王者バカランムルタザリエフ31ロシアに 3R1 分55秒 TKO 負け K4 度のダウンを奪われ タオルが投入される壮絶な中の敗北に、ファンの間では衝撃と、無名の王者ムルタザリエフの強さが広まっている。フォト動画、ヒデオ中がダウン奪われフラフラタオルが投入される。中は、スーパーライト級三団体統一したコンスタンチン中の息子として育ち、昨年10月までは無敗の24連勝、17KO。オーストラリアボクサーのエース格であり、 23年3月に WBO 世界スーパーウェルター級王座、暫定、同年9月に正規王者へ昇格、を獲得した。期待を背負い、今年3月には WBC 世界同級王座との統一もかかった一戦を行うも、急遽の代役となったセバスチャン・フンドラの肘で試合序盤に流血。中は、視界がほぼない状態、で戦い、1から2席敗し王座陥落した。今回、 再起戦ともなる相手は4月に王座を獲得したばかりで、ほぼ無名の王者ムルタザリエフ。22勝、16KO、無敗で、長らくランキング上位にいたが、挑戦の機会を与えられていなかった。オッズは中が大分有利とされていた。試合は、序盤は中が連打で前に出るも、長身のムルタザリエフが右の打ち下ろし。しかし 2R にムルタザリエフの左が捉え、中はダウン。 ふらつきながら立ち上がった中は、得意の右で反撃も、これも左を合わされ2度目のダウンをキス。さらにボング直前、右を喰らい、3度目リングに両膝を突きダウンした。WBO はフリーノックダウン制で、試合は続行。右目も腫れ大ピンチの中だが、3R 前半でまたも左を喰らいダウン。ふらつき瀕死状態の中は、果敢に殴りかかるも右を被弾し腰を落とす。 しかしレフェリーは止めず、ムルタザリエフの連打の中、タオルが投げられ試合がストップした。この衝撃的番狂わせに、ボクシングファンは騒然。ムルタザリエフの強さが語られ、WBA、WBO 暫定世界同級王者であるテレンス・クロフォードとの対決を望む声も上がっている。そのクロフォードは X で、これだからファンの声は当てにならない。選手の名前を聞いたことがなかったからって、 彼を軽視するのはやめるべきだね。今はみんなが彼を高く評価していると皮肉混じりのポスト。痛恨の2連敗となった中サ再起と、ムルタザリエフの今後が注目される。